はい、本日1本目、今日もまあ雨ということで室内からお送りしております。皆さんは、あ、そうですね、今雨降ってて熊本の方で、球磨川かなが氾濫しているというのはご存知でしょうか。被災された方にあの応援激励というかエールを送りたいと思いますので、皆さんどうぞ頑張っていただきたいと思いますので、まず一つで、同じように現地では当然自衛隊、陸自の方たちが救助活動を非常に頑張っているというようなニュースが産経はじめ多くのニュースに出てきております。で、思うんですよね、最悪の人たち、自衛隊いらないと思う人たち、あんたらはこの災害国家日本で被災した時、大雨でもいいです、地震でもいいです、何でもいいですけど、被災した時に自衛隊助けてもらわなくてもいいんですよね、うん、いいんですよね、いいんですよね、うん、自衛隊がいらない、自衛隊は違憲だ、存在価値がないって言うからには、自分の命が関わろうと、自衛隊の兵が低くに来ようと、救難艇が来ようと、救助の部隊が来ようと、私は自衛隊に反対だから、あなたたちに助けていただきたくありませんって言うんですよね。言ってくださいよ、お願いしますっていうのが主張のメインなところでありますね。でもね、こういう人たちに限ってです、限ってもいいですよ、そういうところに限って我々を助けるべきだって言うんですよ。もう厚顔無恥というかね、にまじたというかね、もうね、笑えないですよね。いや、ね、あの国防が自衛隊の仕事ですから、国の中で災害が起きようと、どっかが攻めてこようと、国境審判を受けようと、それにすぐ対応するのが自衛隊の仕事ですから、彼らはそれでも命を賭して頑張ってくれてるわけです。感謝しこそすれ、それに反対を述べるなどということは、いや、あり方に対して提言を述べるのは大いに結構ですけど、存在否定するなどということは、そんなもの災害国家であるこの国からどうぞ出ていってください、退場してください、存在が必要ありませんからね。はい、で、最後にちょっと関係ない話です。なんと久しぶりじゃないな、自衛隊の、機体とか、要は装備に対する放出品が出るみたいです、オークションで。すごい楽しみです。あの、JR とかの、工場祭って行ったことありますか。そこだ と、JR の車両とか、それから軌道とかに使われたパーツが売ってたりするんですよ。私結構ああいうの興奮するんですよね。それの自衛隊版が出るということで、まあ、基地隊で売られるのか、まあ、今ニュース出てるのはオークションで売られるって話なんですけれども、本当に楽しみです。写真で出てるのは計器類と操縦桿なんですが、いくらぐらいで売られるのかなっていうのは気になるところと、他にどんなラインナップがあるのか、さすがに火器が売られることはないと思いますけれどもね、重火器が売られることはないと思いますけれども、せめてもうちょっと弾の入ってない弾倉で使えなくてやるやつとか、ああいうやつでも売ってくれると非常に嬉しいなと。あとはライフジャケットとかね、パラシュートとかね、すごいあのぬるみりオタ的には非常に楽しみにしております。皆さんも楽しみにしていただければ。でも競争相手になるのか、気になるな。でも楽しみにしましょう。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。